つみこ言ったない、ね、あれは民謡の何うむいうむいしょんかね、あ、OK、探します、うんうん、あ、一曲目何行こうか。あ、つむい、いやいや、一曲目あるよね。里城は？うん、里城は、はい。クーラーが入ってんだ。はい。FM 宜野湾をお聞きの皆さん、こんにちは。12月の21日木曜日、全国的に時刻は2時を回りました、いかがお過ごしでしょうか。今日は相方がおりますんでね、しーちゃんさん、しーちゃんさん、こんにちは。はい、こんにちは。お元気で1ヶ月間おりましたか？毎日元気すぎて大変です。飛んで歩いてます。あ、いいことです、いいことです。今日はまた暖かいですね。そうですね。お、なんかの最低気温が16度かな、15度かな。でちょっと心配で私着込んできたんですけど、今暑いくらいですね。クーラー、今クーラー入っちゃったんだよね。はい、そんな天気です。まあ、外のサンヒルズ通りの車の往来を見ながらの放送になります。どうぞ1時間お使いくださいますようによろしくお願いをいたします。今日はリクエストタイムになっていますんで、ちょっと番号を紹介しておきますと、携帯は 090-3015-0797 番、もう一度言いましょうね、090-3015-0797 ですね。そして、FM 宜野湾の電話番号は 098-943-0094 番、943-0094 番。どうぞ お気になりたい歌がありましたらお電話いただければ大変ありがたいと思います。さて、しーちゃんさん、はいはい、まあ、クリスマスがもうね、間もなくなんですが。そうですね。クリスマスの予定は何かあります？もうチビたちが6名もいますんで。お孫さんね。そうですね、はいはい、あ、サンタの大きい靴下を、はい、ママたちが手作りで下げてありますんで。おばあちゃん、でその中身を入れるのはまた私の役目でございますね、はい、おばあちゃんからもらうんだから小さい靴下より大きいのに。まあ、スタジオの中にも、ね、サンタの衣装がかかっているんですが。そうですか、6名もお孫さんがいらっしゃるんだ。それから、まあ、年内はもう1回放送がありますね。28日が、今年最後の、まあ、放送ということになるわけなんですが、新年は毎年どういうふうな過ごし方、やっぱりお孫さんたち娘さんたち、もう新年はですね、自分の1年間の、はい、あの ストレス解消で旅をしてます。はい、おー、そうですか。家島じゃないですよね。ちょっとフライトしますね。はあ、外国、香港やら台湾やら近いところです、ね、そうですか。何泊ぐらいで、まあ、2泊3日ぐらいですね。あー、そうですか。三が日はだいたいそういうふうに過ごしてます。はあ、はあ、芸能人並みですね。いい。素晴らしいことじゃないですか。さあ、今日もリクエストが入っておりますね。すでに入っておりますね。ひまりさんの佐渡城はですか。これはどなたのリクエストですか。これは北中城さん、北場に住んでいる、はい、あの東静江さん。東静江さん、はい、ああ、そうですか。これね、確か作曲が船村徹だったと思うんだよな。それで、ひばりさんにこの歌を書いてね、歌わせようとしたら、ひばりさんのお母さん君江さんがね、もう顔色変えてね、先生はお嬢を潰すつもりですかと言ってきたんだそうです。
そういうエピソードがあるんで、どうしてなんでって言ったら、うん、いきなりとにかく、まあ、2オクターブぐらいパーッと最初から出だしが上がるんだよね。それで君江さんはね、もうお嬢を潰すつもりかって怒ったらしいんですが、先生はさすがにひばりさんの声の息をね分かってるから大丈夫ですよ、お母さんって言ってね、レコーディングをしたというエピソードがあります。北中の、北中のどなた、日賀静江さんですね。日賀さん、今日ラジオ聞いてますかな、どうでしょうか。多分聞いてると思います。はい、それじゃあ行きましょうかね。さきちゃん、はい、お願いします。どうぞ。ひばりの佐渡情話です。どうぞ。東京あったかいって言ったって、東京あったかいって言ったって17度ぐらいじゃないかな、16度ぐらいかな、大和はもうあったかいって言うさや。東京からシュプリームって言ってね、毎週来るんですよ。これは哀愁派とかの間違いかな。次の曲は何？次は。あ、何がいいですか？一曲目何だっけ？とんぼり人形行こうか。とんぼり人形。天童よしみね。はい。とんぼり人形。これなの？そうそう、これこれこれ。川中美紀さんって天童よしみになってるの。砂川さん、電話で。天童？とんぼり人形、天童？はい、天童です。じゃあ、あと20秒で曲が終わります。じゃあ、いきまーす。
はい、まずひばりさんの佐渡情話を聞いていただきました。ほらずあのもう本当一生懸命からスーッと声が上がるでしょ。そうですね。それで、キミエさんが先生にそういうふうに言ったというエピソードがあるんですね。さすがにでもひばりさんですよね。そうですね。素晴らしいです。もう天才的ですからね、はい、あの退院をしてきてね、乱れ髪を録音した時もですね、これもまあ船村徹さんの作曲なんですが、ひばりさんは病み上がりだから優しい歌を書こうっていうふうな気持ちでね、何回か書いて書いて、準備していたんだそうですね、ところがね最後に来てね、やっぱりこれひばりさんにこういうふうな優しい歌だなんて言ったらこれ失礼だって言ってね、真剣勝負だって書き上げたのが乱れ髪だったんだそうです。電話が入ってます。はい、電話入ってます。さあどうぞ、お答えしてください。どうぞ。もしもし。はいはい。あの、さきちゃんです。あ、さきちゃんに、はい、さきちゃんに。さきちゃん。たけちゃん。さっき、この間、はいはい、この間リクエストくださったたけちゃんさん。はい。どうもどうも。はいはい。はい。聞いてます。こんにちは、ありがとうございます。うん、あの、今日朝、モーニングエイトで、宜野湾中学が、はい、チラシ寿司で全国最優秀賞を取ったって、はい、ああすごい、うん、ありましたね。そういえば、はいはい、話を聞いたもんで、ニュースでやってましたね。はい、あの校長先生、宜野湾中学の校長先生、私の西原高校一期生の同級生なんですよ。おお、そう、西原高校の、うんうん、同期生、崎原森行、今マーチングバンドが有名ですね。はいはい、オランダでグランプリ取って世界一になった。はいはいはい、バレーボールも強いし、はい、うん、でこの崎原森行校長先生に、この人歌がうまいんですよ。上手、いつ切るし、ほうほうすごい、ちくまんかは、はいはい、ね、これ世田谷の三軒茶に住んでたんですけど、一緒に飲み行った時に、はい、このちくまが歌ったら去年のお客さんからビール一本ごちそうになってるんですね。そうですか、そうですか。で翌日は、なんか研修があるらしくて、はい、おいげなって言うんですか、体育の先生が体育の先生になる人が笑っちゃうでしょ。はいはい、じゃあそれお願いしましょうかね。はい、五木ひろしさんの歌で千曲川で、ちょっと待ってくださいね。はい、今日は、竹ちゃんマンさんはどこでラジオ聞いてます？ん、お家で？あ、ラジオで聞いてる。ラジオで聞いてるけど、ゆきさんにね、はい、私もゆきさんの声聞いたけど、クイズ出したり、はい、表に1万円のアンテナ立ててるんですよ。ほうほう、ならばっちり入りますね。綺麗に貼るね。はいはい、パソコンもあるけど今使えないから。そうですか。ありがとうございました。はい、それじゃあお願いしますね。今出ます、はい、今出ます。はい、それじゃあ五木ひろしさんのちくまんがわ、はい、崎原森幸先生、校長先生、そうです、同期生ということですね。あ、同級生。あ、素晴らしいですね。一期生です。西原高校の一期生ですね。はい、いやー、これ自慢ですね。はいはい、はい、どうぞお聴きください。はい、ありがとう。はい、プップップップが入ってる。須田川さん、これで合ってますか？合ってる。次、とんぼり人形ね、天童よしみね。あ、コメント、シュプリームさん。おう、あんた読んでね、紹介して。はい、春日八郎の別れの鳩場。あれ、この前やったことありますね。そう、Thank you.
人の言葉は誰ですか、名前。春日八郎、春日、春日八郎ない。言葉はないですね。ない。そしたらね、東京のなんとか。そしたら三河中寺のルテン川、ルテン川、ルテン川僕さルテン川ない、うん、yeah. 夫婦道とかしかないです。ない、うん、じゃあさ、春日八郎の長崎の人、長崎の人、全部ない。さあ大変だ。終わります。はい。次、天童よしみね。うん、何？天童よしみのは何？とんぼり、とんぼり、とんぼり。いきます。はい、たけちゃんさんの、たけちゃんさんだよな、たけちゃんマンじゃないんだよ、たけちゃんさんのね、リクエストでお聴きいただきました。千曲川、いい歌ですね。これ確か山口洋子さんの作詞じゃなかったかと思いますが、どうでしょうか。野の中の銀のトロンボーンさん、詳しいトロンボーンさん、間違っていたら教えてください。詳しいんですね。いや、素晴らしい方ですよ、この銀の、いや、野の中の銀のトロンボーンさん、今日これから、まあ、コメントまた来ると思いますけど、美咲ちゃん、何コメント来てるの。はい、コメントが来てます。はい、紹介してください。まずですね、トロンボーンさんから、お、はい、こんにちは、砂川さん、はい、静子さん、はい、こんにちは、ミキサーの咲子ちゃんということで、はい、そしてシュプリームさんから、お、東京からですね。東京から、はい、こんにちは、用事をこなしながら砂川さんのダンディボイスを、BGM 代わりに聞かせていただいています。あ、今日の東京は日差しが強くて暖かいです、うん、ほうほうほう。そして暖かいといっても10度から12度ぐらいですが、でしょ、うんうん、風がないので体感的にほっこりします、はい、あ、なるほどね。いや、今大変ですよね。さっき僕、暖かいと言っても15度前後かなと言いましたよね、しーちゃんさんね、12度だって。あ、リクエストなんかくださいよ。何かけましょうかね。シュプリームさん、どうぞまたリクエストください。それから、あ、今のところこれだけね、はい、こんにちは、砂川さん、静子さん、はいはいはい、わかりました。さあ、じゃあリクエスト進めてまいりましょう。今度は何でしょう。天童よしみさんのどんぼり人情ですね。どんぼり人情ね、はい、どんぼり人情、これはどなたのリクエストですか。これはですね、はい、宜野湾市大山のアトリエ、大山、アトリエを、絵画のアトリエを持っている先生、タクシ
卑弥呼先生に送りたいと思います。いつももうお世話になってますので。ああ、これしーちゃんさんが、何絵を合っている関係でのお付き合いですね。はい、そうですか。とんぼり人情、じゃあ OK、 さあ行きましょう。どうぞ。紙見してください。ちゃんとしないと。長崎の人か、別れの鳩場か、ルテン川。次はソース、次はもうないんだ。あ、あとはあやめ、うじょう、うじょう、ある？うん、ある？おお、えらい。はい、よし、じゃあそれ次行こうぜ。はい、あやめ、あやめ、これ新しい歌なんだよ。新しいって言っても2年、3年ぐらいになるかな。誰の歌？宮間博の歌、宮間博、うん、あと大阪で生まれた女と、うん、大阪ラプソデある、ある。あと別れの鳩場は福部ひろ子っていう人と三岡翔太と松山恵子。別れの鳩場だよ、うん、春日八郎ないっていうのはおかしい。長崎の人あると思うけどな。なかったら1階から借りてこい。1階から蕎麦屋から借りてこい。ない。長崎の終わった。これこれ。それそれ。オッケー、長崎の。別れの言葉もないです。だ、紙は？あ、ちょっと待ってください。あと一個調べる。ルテン側もやっぱりないですね。ない。OK。あ、コメントもリクエストも来ましたよ。コメントもリクエストも。祭りだね。北島三郎の祭り。一番上のコメントね。12月24日、うん、紹介したね。俺見にくいね。見にくい俺は。あ、これ、うん、これ紹介するの。あ、これ行こうぜ早速。うん、あれ行こう、あれ、これこれ、うん、さきちゃん、はい、CM 行こうか。あ、OK です。ね。うん、あ、砂川さん合ってますよって。合ってる。金字塔って読むのかな、金字塔。うん？金に金字塔、金字塔、金字塔でいいの？そうそうそう。これ読めばいいの？そうそうそう。じゃあ CM 行きます。はい、CM 行こう。町のサンドイッチマンもありました。これリクエストないもん。あ？
トロンボンさん、まあ、トロンボンさん、あ、鶴田浩二、本当だ。ああ、ああ、よしよし。あと砂川さん、あの作詞は山口陽子さんで合ってますよって、うんうんうん、ほら、トロンボンさんっていうの詳しいんだよ。歌にものすごく詳しい。すごいね、通なんだ、うん。早もう30分だった。すぐ来るんだって、1時間なんて短いんだよ。次何流します？何が準備できてる？いっぱい言ってみて。あ、もうでも始まる。回書きますね、これ、うん、いきます。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史あり。紹介忘れましたね、しーちゃんさん。この放送は砂川と宮城静子ですでお届けをいたします。提供スポンサーは中古車のスーパー、新車も安い長浜モーターさんですね。さて、しーちゃんさんが持ってきてくれた幸せを呼ぶ8つの言霊というのがありますが、嬉しい幸せ、どうぞこれ紹介してください。ですね、この前の友達に20、30年ぐらい、そうね、30年近く付き合ってる友達が眠れない、不眠症、眠れない、それで病院行って、その睡眠剤を飲んでも眠れない、はい、薬飲んでも 2時間ぐらいで目が覚めちゃうっていうことで、ほうほう、そしたらあるあのユタと占いのミックスしたような先生がいまして、はい、その先生を紹介してもらったそのお言葉、幸せを呼ぶ8つの言霊ですね、はい、でまず1つに嬉しい、嬉しい、で2番目に幸せ、幸せ、で次は楽しい、楽しい、次はありがとう、ありがとう、次は愛してます、愛してます、次は感謝してます、感謝してます、許します、許します、ついてる、ついてる、でその8つをね、綺麗な字で書い聖書して、はい、でベッドルームに一つは貼って、一つはいつも自分が24時間のうち長いこといるところに貼りなさい、はいはい、そして朝起きたらそれを声に出して読み上げる、寝る時も読み上げる、そしたらなんと3日ぐらいしたらね、よく眠れるようになったと、精神的にも落ち着いたと。へえ、そうなんです。私はもともとそういうの信じないんですけどでもやってみたのね、はい、ゆうべ、ええ、そしたらなんかしらね、急にウキウキしちゃって、はい、今度はまたテンション上がっちゃって1時間ぐらい本読んだらぐっすり眠れました。あ、そうですか。ちょっと貸してください。幸せを呼ぶ8つの言霊、嬉しい、幸せ、楽しい、ありがとう、愛してます、感謝してます、許してください、ついて、これを唱えるわけですね。唱えるっていうのは読み上げればいいんですね、自分流に、声に出してね、朝起きたと同時に。ああ、そうですか。で夜寝る前とかね。はい、どうぞ お試しになってみる価値はあるんじゃないかと思います、どうぞ試してみてください。ありがとうございました。さあ、天童よしみさんのとんぼり人形、お聞きになりましたね。はい、今日ですね、牧村美恵子さんの道連れっていう歌があるでしょ、ええ、あれをね、天童さんカバーしてるのを今日ラジオで聞いたんですよ。そしたらまあどうでしょうかね、天童よしみさん抜群にその歌歌唱力抜群なんですけど ね、ええ、でもね、この道連れっていう歌はやっぱり牧村さんの方がいいみたいな感じに聞きましたけどね。あ、そうですか。お気になった方々もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。さあ、次のリクエストに行きましょう。今度はこっちの方にもらいましょうかね。あやめうじょうですね。三山ひろしさんのあやめうじょう。ラジオネーム、あいちゃんさんからのリクエストですが、あいちゃんさんは、今日は天気がいいからどうでしょうかね。お仕事でしょうかね。どこでラジオをお聞きになってますか。三山ひろしさんのあやめうじょう、これはなかなかいい歌だもんですから、さあ早速聞きましょう。どうぞ。
サブちゃんの祭り。あります。大丈夫ね。紹介してください。ん12月24日、そうそう、その紹介したい。見える大丈夫沖縄市沖縄市千葉沖縄市あれ行こうかどうしたこれ行こうかこれ全部かけれますかね全部かけれますかね多いからリクエストもう34分5分だもんメッセージすごい冬のリビエラあと一緒に俺と会ったじゃない。スエちゃん。じゃあ行きます。人気上昇中のね、三山ひろしさんのあやめうじょいい歌ですね。そうですね、コメントが入っているんですかな。どうぞ、しーちゃんさん紹介してください。12月24日の有馬記念で、はい、北島三郎オーナーの北さんブラックが優待します。ははでダメ馬から日本競馬史に金字塔を打ち立てた名馬となりましたので、はい、サブちゃんの祭りの最後に送りたいのでリクエストいたします。はい、どなたですか、シュプリームさん。スプリームさんですね。スプリームさんシュプリームさんからですね。そうなんですよね。北島三郎さん、まあ、何頭か持っていて、うん、チャンピオンになったんだからね。本当すごいですよね。
いやた、あの春日八郎さんなんかも馬、昔は馬を持っていたようですけどね。そうですか。これ優勝すると本当にもうバクバクこの金が入ってくると言いますからね。か素晴らしい。ちょっと回してもらいたいんですね、ここでFM 宜野湾に、はい、いやいやその側に、うん、あらそうですかさあそれじゃあそのシュプリームさんからのリクエスト、祭りをお聞きください。どうぞ。終わったらこれ、今終わったらこれ、トロンボーンさんからのも一応ありましたよ、リクエスト曲。あと今来た電話のリクエストもありました。町のサンドイッチマンね。もあるし、冬のリビエラ。冬のリビエラは、あの、加山さんからね。あれこれじゃない。加山さん。あれどこ行ったの。あ、これ。全部あります。何なんだこれ。冬のリビエラ、森進一。あ、もう本当1時間あっという間に来るんだよな、これで。リクエスト。これ、末子さんのこと？うん。あ、そう。あ、末子っていうのか。加山のこと。末子っていうんだ。名前いくつもあるんだよ。末子。あと4曲入る。これ、とても入らないね。長崎の人ある、うん、よし、じゃあそれ次はそれ行こう。砂川さんに老体に夢中って頑張ってくださいってスプリームさんがリクエストありがとうございます。ああ、すごい、みんなよく聞いてますね。聞いてるっていうこと。これは娘の名前だ、小杖は。自分の名前さ、自分の名前。娘、小杖っていうの。あ、そう。彼女は、宮城、末子。芸名で、芸名。そう。あと15分しかないで。あと曲が1分半。あの曲をな、次何出す？何がいいですか？長崎の人を出せる？長崎の人は3分44秒。そしたらね、イントロで紹介するから、そうしないとさばけないから。すぐ出して。マイクは入れなくていい。マイク入れんといかんぞ。これやらなきゃいけないんだよ。短く喋った方がいいでしょ、これ。まあ、日にちと場所と料金、うん、じゃあすぐ出ますよ、うんうんうん賑やかな歌ですね。ですね。さあ続いてまいりましょうか。宜野湾市のお住まいのあがりえかつゆきさんのリクエスト、長崎の人です。砂川さんへ、老体に夢中って頑張ってください。こら、まだ90歳になってないぞはい、どうぞ。長崎の人行きましょう。どうぞ。短くね。時間ないんでしょ。時間あと10分。時間がないんでしょ。短くやった方がいいでしょ。一回言って。タイトルと
場所ね。料金。ん？料金。うんうん、会場開演。うん。結構です、うん、今かけた歌です。祭りさん、こうして返事来るんだね、うん、リクエストありがとうって、うんうんうん、だからずっとラジオ聞いてない、ずっとラジオ聞いてない、仕事やってないよ、仕事やってないはず、何仕事やってないはず、聞こえてる、これも聞こえてる、これがしも聞こえてる、まい、次は何だったっけ？次はまだ決めてない。何がいいですか？冬のリビエラ。オッケーです。あ、次これやらんといけない。ん？これやらんといかん。これ言わんといかん。はい。告知ね。じゃあすぐ出さなくていい。うん。告知するから。うん。スプリームさんっていうのは男性なのか？はい。お、女性かと思った。ああ、そう。オッケーオッケー。じゃあ行きまーす。はい。久しぶりに長崎の人聞きましたね。いい歌ですね。そうですね。さあ、しーちゃんさん、はいはい、告知がありますね。はい、公演の、はい、どうぞそれ紹介してください。素晴らしいイベントがありますので、はい、鈴の会新春日出日本舞踊と、演歌の夕べですね、はい、これまた中身がすごく濃くて素晴らしい。1月の27日、はい、で土曜日、土曜日ね、会場が16時30分入場で開演が17時、あ、17時、4時半会場、はい、入場料が2000円となっております。全、ね、席自由、はい、で場所が、南城市の文化センターシュガーホール、はあ、シュガーホール、シュガーホールがまた素晴らしくてですね、はい、全部あのスロープになっておりまして、バリアフリーも完備しておりますんで、あの、はい、大丈夫、すごくいい場所ですね。館内がすごいです。おうおう、僕何十年前かに一度行ったんですけどね、うんうんうん、なかなかいいとこでしたね、確かに、インターネットでご覧になってる方、このポスターなんです。西川保鈴先生、日舞のね、鈴の会ということで、1月の27日土曜日の4時半会場で5時開演、入場料が2000円、シュガーホールですね、問い合わせの電話番号言いましょう。070-070ですね、6597-0778番ですね、よろしくお願いをいたします。あの日にちがまだありますから、ちょっとこう告知をしていきますんでね。はい、お願いします。さあ、今度はこれは誰ですか、加山梢さんですね、森進一さんの冬のリビエラをお願いします。砂川さん、しーちゃんさん、お久しぶりです、番組頑張ってくださいというコメントが入ってますね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。熱心に聞いてくれてるんですよね、はい、ありがとうございます。さあ行きましょう、どうぞ。
性40代で、人生のほとんどを京都で過ごし、現在は東京上野動物園の近くに住んでいます。プロフィールが来ました。ちゃんと言ってね。ああ、あと、あと1曲は何、あと1曲何しましょうか。これないんでしょ、ないんでしょ、うん、写真撮ります。もう少しこっち寄って、こっち寄って、はい、 OK、 OK、 いきます。はい、チーズ。次は町のサンドイッチマン行こう。はい、これはこれはシュプリームのトロンボンさん。トロンボンさん、あ、はいはい、トンボリ、あ、トロンボンさんね。すぐ出してね。マイク入れてよ、マイク入れて、はい、何曲かね、今日は何曲だ、7曲 ?8 曲ぐらいか、今日は何曲かかった、何曲かかった、7、8。 OKOK、ないじゃん。あと5分30秒しかない。町のサンドイッチマンが2分53、3分ぐらいだから。そんなもん？うん。あ、じゃあもう一曲。あ、いい、いいよ、いいよ。じゃあ喋る、喋る。喋る、喋る、喋る、喋る。あ、でもちょうど1分前ぐらいに終わるぐらいかもです。大丈夫、4分と見ていいから。はい、トロンボンさんのリクエストね。あ、違う違う違う、これはあの加山さんのリクエストです、うん、そうそう、ごめんなさい。ちょっとメール見てみましょうか。男性40代で人生のほとんどを京都で過ごし、現在は東京上野動物園の近くで住んでいます。シュプリームさんね、ですね、はい。上野動物園、そうですか。今シャンシャンがね大人気ですから、うん、マスカ、あ、まあ、シャンシャンと一緒に暮らしてるということじゃないでしょうけどシュプリームさん、毎週本当ありがたいと思ってますよ。沖縄今日もね、もう本当あったかいんです。どうぞ遊びに、いつかね遊びに来てください。さあ、そして今日最後の曲は
町のサンドイッチマン、銀のトロンボンさんのリクエストね。トロンボンさんありがとうございました。さあ行きましょう、今日最後の曲です、どうぞ。放送は砂川と言いますから、はい、しーちゃんでお届けし、お送りしました、はい、デビュー。これ何分前に変えます？これ何分か、2分半、これ終わりまでいけるね、19終わりまでいける、終わりまで行ってエンディング出してください。さあ残り10秒か、15秒ぐらい、20秒ぐらいあるんだよね、あるかな、大丈夫だ、あるかも。最近リクエストが多いから CD 使ってないですね、全然。おお、いっぱい来てる。砂川さんが上京の際には立ち飲みをはしごしましょう少し早いですがお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。シュプリームさん、つこの知らない方、鶴田浩二が歌ってるんですか？鶴田浩二、この声、すごいいい声だね。いい声だよ、優しい声で、いい声だ。だから女ダンプカーの2台ぐらい女くどいたの隠し子が現れてね、そっくりじゃん、お父さん砂川さんを1台ぐらいくどいたしーちゃんさん、はいはい、あっという間に1時間過ぎちゃいますね。そうですね、早いですね。皆さんとねやり取りしてると本当時間短いんですよ、です、ね、短く感じるんですよね。楽しいことはすぐすぐ、はい、早いですね。今日も聞いてくださいましてありがとうございました。来週です、ごきげんよろしゅう、さよなら。はい、ありがとうございます。入ってない途中で消えるんです。本当にあっという間に、あの慌てるしね、とにかくまあもうそわそわして、ね、時間で、だ大変、そう時間に追われてるからね。そうです。じゃあこれちょっと、うんうん、すいません、あの貼ってもらえますか？あ、はい、出てから出てから、これは置いて